3月、今日は11日です。2年前みんな世界中がびっくりしましたね。あれから2年経ちましたが、その直後から宮古島で活動しているミュージシャンの中からですね、チャリティーライブをしたいという、声が届きまして、なんかできることないかなということで、そうだ、日曜日を利用してこういうリレーライブみたいなのを展開したらどうかなということを提案して、去る2月17日に2月17日か無事100回目を迎えたわけです。ありがとうございました、本当に。こういう音楽をやる場所をやっとる人間として非常に宮古島のミュージシャン、遠くから他府県から来た人たちもそうですけど、よくみんな本当に一つの思いを一つにしてよく続けてきたなと感心しているところです。さあ、そして今日は画家小屋を飛び出してシネマパニックね、もうパニックしてますね私は。いろんな人たちとこういうつながりが持てて本当に良かったと心から思ってます。そして本当に宮古島の声を、あるいは思いをね、届ける、そういう貢献していきたいという、うむい宮古島、すごいいい名前じゃないかなと思っております。そしてまたこういう協力をしてね、宮古島はもう本当に住む限り人ばっかりいますから、宮古島ができる役割というのを日々考えていきたいとこのように考えております。今日はどうもありがとうございました。最後はですね、今日出演していただいた皆様と会場に、お集まりの皆様と一緒にですね、一緒に合唱してフィナーレにしたいと思います。よろしくお願いします。今日配ったチラシの後ろに法然の歌という歌が載ってると思いますが、川満七重、米代美和、そして松藤さんで、宮古島の民謡界を代表する方々の演奏をバックにみんなで歌いたいと思いますが、今日出演した何て